て新しい路線を作ろうかなと思っています。最初の1期は、ここから分岐して、に駅を作ろう。
どうしようかな。ここで折り返しにするか、それとも、とりあえず今は折り返しにしようかね。でもね、通過電車があるからな。通過電車があるんですよ。ここに止まらせて、ずっと。やっぱり折り返しがいいな。
するかもしれないからね。今反対側の方もプラットフォームを使おうとしてたらちょっと渋滞してたね。次、警察と病院を建てて、警察と病院を建てます。お金はかかるので時間がかかります。新しい路線はこれだっけ。結構需要があるね。
%にするとね、10大ずんだよな。75%。75% でも1本なんだね。渋滞するな。オレンジが後ろから来てますからね。渋滞しますね。ちょっと待ってもらうか。次はね、このシーズンをした、あ、じゃないな、警察ですね、警察の木のこの辺に一つ、警察、次は病院です。火葬場もね、必要なんですから。
あ、ロケットが発射できるね。初めてかもね、このマップでは。まずね、地下鉄の駅があるから、道に吸い込まれていくので、地下駅もありますけどね。次、病院を建てるって言ってたんだよね。病院と火葬場。病院と火葬場を建てる。お金がないので、Thank you.
主幹急行が来てたんだよ。病院を建てよう。病院、この辺に病院ないんだよ。あと火葬場、火葬場がね、4つぐらい建てたいのね。こっちは本にもないし、こちら方面もないのでね。でもここにあるね。あ、でもこっちは上に1個ぐらいは建てたいよね。全部で3つ建てようか。こっちに2つ、ここに。この辺発展してもらいたいから、
ちょい遅れてみよう。退屈でしょう、この動画ね。退屈なんですよ、僕自身がちょっと退屈してるんですよ。なかなかね、お金がね、まあ、お金を早く貯める方法はいくつかあるんだけど、これなんで 12% になったの？どっちでも 12% になっちゃうか。あんまりこういうのはやりたくないんだけどね。スピードは遅くなってましたね。それでね、お金がいっぱい貯まる。税金を使って。地下鉄はどこだ？地下鉄は特に待ってるってわけじゃないね。いや、久しぶりだな、これ。あ、原子力が作れる。原子力で早めに、ね、使った方がね、電気って
あとでね、原子力立てたいなと思った時にですね、まあ、なんか遅れが たまるのに時間がかかっちゃうんですよ。来ちゃいました。残念ですね。皆さん、さよなら。